ますかやあと,あとトニー・ウィリアムス言ってまもまだあったドラマー的にはもうだからトニー・ウィリアムスと言ったらまあ、やっぱりメイデン・ボヤージュメ,イメイデン・ボヤージュですよねこれね処女公開イーブン・エイスの音楽が、まあ、世の中にこう出てきてそれジャズの中に取り入れた中で別の感じのサウンドでイーブンエース・エイス が出てきますよねこのたりでねなんか噂によるとそのメイドン・ボヤジーとかドルフィン・ダンスはハービーの許可ないと録音できないって話だよねえそうなんですかそうそうそう、えー、そうやれるあんまりあんまりないですね、うん、知らないで録音しちゃった人たちいるかもしれないけど俺,俺昔やったかもしれない <laughs> ほら いやないメジャーだからほらそういうのってそういうのがダメになったんですここ10年ぐらいの話じゃん,うん、うん、なんかさ許諾申請っていうのをしてさ録音していいですかみたいなのをさ、うん、その許諾を取らなきゃいけない楽曲みたいなのほらネット社会になってさできちゃうからそれがうん、うん、許諾申請してくださいねで,できるじゃん本人に昔そんなのねそうですねできなかったですからね だからそれ許諾申請を取ろうとすると許可がないとできないらしいよ。うん、なるほどだから今はポップスのレコーディングとか<は>ポップスのレコーディングじゃないポップスの曲をジャズで録音するとかできないもん。うん、ダメって言われちゃう。ああ許諾申請っていうかもうダメだと完全に、うん、いやもう蹴られちゃう。うん、で<ー>特に最近のポップスは何人もの人が その作曲に関わってたりするから、うん、全員の許可を取るっていうのはもうめんどくさいらしいよ、うん、相当。うん、1>, 1年ぐらい待たされる可能性もあるらしい。大阪さん、これはこれもまあ、僕らのとこはほらよく聞いたじゃないですか、これ。ドラスムとかルああ、それね。エン,ピアン,アイインペリアン・アイルス。エンペリアン・アイルス。ね おあのワンンフフィィガースナップが入ってるやつですフレディ最強のフレディまさに60年代ジャズですよねああそうそうですねまあブルーノートってっていうことはブルーノートっていうのはやっぱり50年代ジャズもそうだけど60年代も相当ロブルーノートなんだねやっぱしそうですね多分70年代のロック系で行った時も割とそうだと思うんですけど僕らはあんまりそれ僕はあんまりそれ聞いてないから思うう知らないだけか そうそう。だからアリゲータ・ー・ブーガルーとかがすごく大ヒットしたのは、やっぱりもうブルーノフでしょ、あれだっん。あ,はいはい、あと、まあ、トニーはこれですよ。サムリバースのフューシャース・ニンル・ソングね。これ結構もうフリーとあのこうアブストラクトなところを工作するんですけど、ね、ロン・カーターとトニー・ウィリアムスががっちりそれをうまーく守ってる部分があるから、これ、ボーは大好きなんですよね。あ、まあまあ、ああ、ままその、 割と、そんなに万人に受けるサウンドではないと思うんですけどあれあれやってるやってるやってるこれオリジナルのこれだよねこれですだからそれしか知らないもん俺あとねブルースが何曲かあってこうあのー、それがね結構面白いだからベアトリスが入ってるから聴いたっていう感じでも<あ>俺それ, <laughs> これ入ってます、ビアトリス <laughs> ダウンステアブルースっていうダウンステアブルースアップステアーズっていうブルースがあってこれがね CD で買うとね輸入版で買うとね別テークも含めて4テークか3テープ <laughs> 全然テンポ違ってて<ー>で途中でドラムソロとかも入ってくるんですけどそうするとその一つがすっげえマックスローチみたいなのがあってやっぱローチとかすごい研究したんだそにも うんまあニーはローチ好きなのは聞いてるけど、ああ、これ完全にローチのアプローチの仕方見てるな。あんまり今イメージないじゃないですか。そうだね。いや、今ほら、何テイク何テイクって話出たけど、うん、そのこの間もそのその,あのブルーノットの映画見てて、うん、テイク24とかさ。<laughs> <laughs> そんなのいっぱいあるんだよね。<laughs> そそれ 途中で止まっちゃったと思、うん、途中で止まったやつもあるんだろうけど、2下、ね、って24とかやったことないよ。<laughs> ないないないですね。ないよ俺。<う>だから相当やっぱり完璧を求めて,てたのかね。あと ほら、リハでギャラそ、ね、そうそう、リハでギャラ払ったっていう、うん、ね、うん、だからそういう意味では、その商品をちゃんと出す、出さなきゃっていうふうに、自分たちもな、みんなでそうなってたんですかね、どうなんですかね。<laughs> いや、まあまあ、意識は高かったみたいだよ。うん、なまあまあ、そのことはずっと、まあ映画だからね、そこはね、<ー>当然、あ,<ー>あのー、よく言うだろうけど、意識は高かったんだろうね。うん、まあ、ルードナルドソンがそのこと、散々言ってるけどね、他のレコード会社とは全然違うみたいな感じなだあ あの一つ前ぐらい、前もう一個映画あったじゃないですか、ブルーノート。何だっけ同じようなブルーノートの真実みたいな映画が、<ー>多分15年以上、20年ぐらい前にあったんですよ。やっぱり、ウルド・アルソンとかみんな出てて、最後、最後、やっぱりリアルタイムのポニューリアンスですけど、この辺がそ,そうでしょ、この,この新しいやつだね。 と80年代のマルグリューとかほらウォーレス・ルーニーとか。ブルーノートって1回終わって、うん、復活して八十五85年に復活して、ね、そうそれでこれが出てきてるから。うん、もうこれがボウ,ウのリアルタイムという意味です、そうー・ね。うんアムでこれはあのドナード・ハリソンとか、ちょっとまだバンドとして完成する前にセッションって感じロン・カーターとかってやってるんですけど、これはバンド マルグリューとまあベースはチャーネット・モフェットなんですけどそれ何だ,だっけアルバムこれシビリゼーションあシビリゼーションか多分アメリカいる頃じゃないですか88年とかですよその頃見たよよく、うん、僕も僕も日本に来るたんびにっていうかまあその時まだ学生だったけど新潟からあちこちって車で行って東京で見たりとか山梨で見たりといろいろしてましたその頃 <laughs> もうね もうトニーの音でかくてね。でかかったんですね、確かに。クラブで聞くとでかかったなぁ。もうそうそうそう。クラブで聞くとトニーしか聞こえねえじゃんみたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> ロックさんで聞くとばっちりだもんね、でもね。残ってる映像とか見るとそ、そうそうそう。うすげえってな,なりますよ、ね。むしろそういう方がいいよね。いいですね。ザ・アリーナ・ジャズ。<laughs> あでもやっぱりそれもブルーノート的にはな感じはするわけ、トールちゃんにとって。 ま、もう僕の中ではその、まあ、その60年代のブルーノートとは全く別なんだけど、ブルーノーノト、うん、トニー・ウィリアムスはブルーノートって感じでいいです、ね、まあ、ドラマー的な見地からしたら正しいね。今日,今日はもうドラム的ドラムから見たあのブルーノートーこれも。これもそうですよ。だから、アルフォージョーヘンダーソン新生ブルーノートです。アルフォースター、ロン・カーター、ジョーヘンダーソン。トリ,オトリオ。これがよく聞きましたね。僕、CD でよく聞いてたけど。 あのギターの井上聡さんがここにいるらしいですよ。見てたって言ってたから。85年 ?85 年。85年おこれ曲何やってんのこれ、それこれはベアトリスだ。ベアトリスやって。あ、そうでしょだから、うん。フライデー・ザ・サーティース、ハッピー・リー・ニオン、ルーズ・チェンジャー、アスク・ミ・ナウ、そしてアイソトープとかやって、ね、そうだ、アイソトープやってんだ。パラパパ、シュルレルデー。懐かしい。 懐かしいっていいうか今も好きだけどいやそのトリオでは見なかったけど、うん、やっぱりアル・フォスターとやってるのは何回か見たよああそうですかうんまあそれバンドでだったけどバンドでっていうかそのピアノもいたけど、うんうん、僕ねアル・フォスター実は一度も見たことないももあ当うん日本に来,ら来れなくなったし来なくなっ,ちゃったしああそうじゃないですかいろいろあってでもアル・フォスター最近もまた人気あるよねありますね再燃してきたね、うん、いやこの間ないだんか YouTube で見たらよかったね

そうですトミー・キャンベルの挟んでまあ、ちょっとやってたかもしれない。その後もちょっとやってるかもね、うん、アル・フォスター、ね。まあでもアル・フォースター、ね。トミー<ん>もアル・フォースターもこういう感じですよね。ああ<ー>、<除>そうだね。しでしかもアル・フォースター、ここの2枚これぐらい近いしね。<laughs> ああすごいですよね。こうスティックこうやって持って 2, 2枚コーンってやる。<laughs> そ,うそ,うそうそうそう、それができちゃうから。<laughs> うん、でもアル・フォースターってさ。 なんかね俺、昔のイメージでは、まあ、もちろんいいドラマー、好きなドラマーだったけど、うま、んうん、いっていうイメージなかったんだけど、うん、まあ今見るとやっぱりうまいよね。いやだから分かんないうまさがすごい,い。そそそそう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 ,そうあの結局若いとわかん、若いと時には見えないうなんまさがあって、やっぱりそこがやっぱミュージシャンに人気がある理由なんだよね。うま、んね、さっていろんなベクトルがあるから、その。 いろんなベクトルを総合的にミュージシャン,ミュージシャン同士が判断して、うん、あいつにやってもらおうってことなわけで。うん、で曲もいいんだよなアルフォースターって。なんかアルフォースターの曲なさい最近やったことあるけど。ああそうですか。いい曲も書くんだよね。えー、僕はだから2回ら割とコンテンポラリーだよ。ああそうですか。うん、マイルスバンドやってただけあっていろんな影響を受けてる。 すか最近の写真もかっこいいしねアルフォースター俳優みたいこう,おうしちゃっ80ぐらい70代後半ですよねきっと、ね、うんそうだろうね70代後半ぐらいだね、うん、俳優みたいにかっこいいだまださ全然日本に来れる年だからさコロナ明けたら来てくんないかな <laughs> でもさ <laughs> まあこれはカットするけど <laughs> 前さやっぱりやっぱり上辺で 上辺を見に行って、その時アルフォースタードラムだった。そうですね。ってなことで、<laughs> <え>焦点といえばな <laughs> 焦って。点、何が焦点なんですか <laughs> トオルちゃん、新譜が。出ますね、えー。ありがとうございます。新譜が出る。いいですね。ばっちリじゃないですか。あ、えっと、発売が ?7 月1日。1> タイトルは東京グルービンハイ。ね。あのー、メンバー。 池田厚志岡崎正則、吉田敬一祖、中村健吾、えー、千木田悠介、薩摩淳、えー、私入れてゲストに春風亭昇華と三遊亭小遊三師匠二人入っておりますね。<ら>えー、曲はねあのし、師匠たちはねもう、ジャズ界の大師匠、デューク・エリントンの「リンボージャズ」を演奏していただいております。なるほど、すごい。ということで。 よろしくねって